絶対何かはあると思いますね、この先は。で、自殺する者が続出して大評判になり、恐れた人や船が火葬場に近づかなくなって、町や港がさびれてきたことがあったと。20円のね、時代で。今日はね、まあ、この後ろ見てくれたら分かるとは思うんですけど、笠岡という、ね、エリアに来てるわけです。岡山県の最南端になるんですよね、まあ、ここから、広島県福山市のね境目になるということで、もともとね、その昔の町並みでね栄えたというエリアなんですけど、このエリア周辺ですかね、ここからもっと西に行く形、笠岡駅とかそっち系がなんか昔ながらの、栄えてた町ということで、ちょうどなんか見えるかな、白石島行きの船が出てますけど、はい、これからスタートします。鳩小屋、たまにね見かけるんですけどね、これは一体何なんですかね。鳩を飼育してるのか、鳩が中に入ってるのか、どっちなんですかね。暑いな今日も。笠岡ラーメン、山ちゃんと。そうですね、笠岡といえばねラーメンが有名ということで、ちょっと醤油ラーメンに近いような、どっちかな。平日朝8時から、昼2時まで、まあ、自粛の中でも、まあ、でもあれですね、朝方とかもすごい早いですね、6時から昼2時までと短縮営業なんですけど、まあ、この港町ので働く人のためにねあるような、ラーメン屋かなと思います。はい、まあ、このエリア、白石島、北木島に行く、船の駐車場もそうなんですけど、結構ね観光用の無料駐車場がね多いかなという印象ですね。だからここに停めてちょっとねぶらり歩きとかできるんじゃないかなと思いますね。結構駐車場も広いですね。観音バナ供養碑、徳川家康時代の末頃、五条山の上に最短にあった観音堂の付近やその下の上で自殺する者が続出して大評判になり、恐れた人や船が笠岡に近づかなくなって、町や港がさびれてきたことがあったということで、できた、ということはこの山からっていうことですかね。まあ、もともと多分この付近とかが海だったんで、この山からですよね。山というか崖だったんですよね。はい、笠岡駅付近に来ましたね。結構ね昔ながら栄えたというか、なんかいろいろとありますね。絶対何かはあると思いますね、この先は。うん、
を感じますね。20円のね、時代で古い、自動販売機が、これもまた結構古い列車が置いてあるんですけど、ちょっと中に入っていきましょうか。よし、お邪魔します。おあ、回りますねこれ。旧ね、イカサ鉄道の保持9号という車両なんですけども、昭和46年1971年に、本線廃止。この列車が昭和7年1932年の大阪の梅鉢鉄鉄工所、後の帝国車両工場で製造されたということですね。すごいですね、関口健二商店。なんかね、古いですね、かなり。この隣もですけど、すごい時代をね感じますね。これからちょっとね、反対側の方に行こうかなと思います。2号線からの反対側、まあ線路、電車の線路を越えての反対側になるんで、まあ、こちらの方もね、結構なんか商店街があるような雰囲気がしますね。ちょっと行ってみましょうかね。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、というわけで笠岡駅前に来てます。でこのエリアが中央町ということで、まあ、岡山市内で中央町というと飲み屋街のイメージがあるんですけど、確かに、スナックが1軒ありますね。1軒、この地図の中では1軒とですね、はい、またダイニングとかちょっと料理屋とかそういうのが結構目立ちますね。はい、それではちょっと歩いていきます。創業昭和7年ということは、もともとこの辺がね昔栄えてたから、こういうね老舗が残ってると。
いうわけですよね。85年とすごいな。伏越という、ね、エリアに来てます。もともとはね、伏越遊郭があったという言われる、場所なんですけど、まあ、そこをちょっとね、これから撮っていこうかなと思います。はい、皆さんご視聴お疲れ様でした。というわけで今日はね、笠岡周辺エリアね、歩いてきたわけですけど、思ったより中に入ったらいろいろとそのね、昔ながらの街並みがね、多く見えたかなと思います。玉島のね、商店街もそうなんですけど、笠岡の商店街もかなりなんだろうな、昔よく見たような雰囲気の、場所が多いかなと思います。歩く価値はね、あるかと思います。ぜひ皆さん時間があれば行ってみてください。それではまた。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。